こんにちは。こんにちは。縦中流落書き部、はい。本日も雑談お絵描きしていきましょう。はい、さて今日何でしょうか。今日は、うん、まあ先週まで円柱立方体で角度をつけて、うんうん、まあ頭の中でぐりぐり回せるように、はい、大変でしたっていう、はい、ありがとうございます。っていうことをやってたんですけど、うん、じゃあそれを使って、うん、モデルを見て絵を描く、うん、あの理解とか分析とか、理解のそのツールとして活用する。で、ほう、ね、もう。さっきね、でも私難しかったって言ったけど、うん、それは悪い意味じゃなくて、はい、ああ、こういうことかっていう、なんだろう。うん、面白かったです、うん。だからもう二度とやりたくないですじゃなくて、うん、そういうふうに考えて、自分が資格とかをあんま書いてこなかったんだなっていうことが改めて分かったし、うんうんうん、それができるようになったらきっともっと楽しくっていうのを、うん、簡単にっていうのとはちょっと違う、分からないんだけれども、よくね、質問者さんの方の発言にもあったように、図形化して考えたらいいよとか、うんうん、四角と円柱が描ければ、大体人間はそれでできてるよとか、いろいろ言われるんだけど、うん、自分が改めて、じゃあ立方体っていうのを描いてみて、うん、思った角度に描くのって意外と難しい。うん、でしかも微妙な際、うん、ね、1番と3番の間を描いてみましょうって言われると、うんうんうん、あれ、その細分を考えながら角度を変えるっていう、うん、ようなことも私の中で新しいセンセーションだったんですよね。はいはい、うん、だから、ああ、じゃあ、もうちょっと頭傾けたいなとかさ、うんうん、もうちょっとこう胸張った感じにしたいなっていう時に、うん、あの感じが生きてくるんだなと思ったら、ね、なんかちょっとワクワクしました。はい。はい。っていうような話ですか、今日。そうですね。やったー。はい。ちょっと、本当に角度を見つけて、うんうん、それを、まあ、頭の中で。うんうん。起きながらドローイングするみたいな感じにはなると思います。うん、はい。お願いします。はい。じゃじゃん。最高に難しいやつじゃないですか。そうですね。もうややこしい角度、目白押しなんですけど、うん、ちょっとそこで、先週まで習ったというか言ってた四角とかで、ちょっと分析しながらいきたいと思います。うん、はい。はい。ですね。なので、まあ。お尻が向こうに傾いている。はい、まあ、センターラインで。で、胸がこっち向いてる。うん。はい。ああ、もっと上かな。もっと上向いてるかもな。中先生、その写真的に、だいたいここら辺をお尻とみなしてるよとか、だいたいここら辺を胸とみなしてるよっていうのはなんか上から。そうですね。書いてもらうことできます。私多分これ。お尻この辺が多分真ん中になるので。はいはいはい。この辺ですね。この辺のちょっと色変えましょう。色変え。仙骨、尾骨。そうですね。この辺ですね。うんうんうん。この辺で、胸はここに胸骨があるので、ここと肩幅あたりで、こう、ラインを。そっかそっか。胸骨が多分、この胸面の起点、基準にはなる感じではあります。はい。そっか。なんかすいませんね。今、ちょっと専門用語的なのも出しちゃいましたけど、はい、やっぱりこのボックスを当てはめるっていうのが私には結構な難敵で、はい、どこで面が切り替わるのかなとか、はい、どこを真ん中とみなすのかなってのがすごい難しくって、ちょっとね、お名前があった方がいいかなと思って、はい、仙骨とか胸骨とかって言いましたけど、はい、まあその、上半身の真ん中のところですよね、うんうん。だったりとかね、この腰のところが、後ろ側があって、うん、今見えてるのは下面ですよっていうところですよね。うん、うん。な感じで、こう、そうですね、下面ですね。下面っていう言い方する、はい。大丈夫です、大丈夫です。これで、こう。で、理解、これを下書きにしようってわけじゃないんで、ないわいんです、今日は。うんうん。なんで、
こう出てる場所とかちょっとあれですけど、で今度は筒で書いていきます。筒で書いていきます。はい、はい、太ももちゃんですね。太ももですね。うん、でスネ、でも先週やった真上から見ている円柱に近いのですごく短く見える。うーん、足はまあ箱にしとこうかな、まあかまぼこみたいな感じで大丈夫ですかね。ではい、あ違うわ、こうしとこう。で太もも、右太ももは奥に行ってますよね。ちょっと膝に向かって、はい、ちょっと両サイドの線が絞られている感じはありますけど、まあこの間までちょっと学んだ通りにちょっとここは平行線で行ってみたいと思います。では向こうに行ってる分ちょっとこの太ももの長さも短く見える。でこちら側は右すねですね。右すねはほぼほぼ真横からそうですね、見えてる感じなんで。チャタさんのあのしましま模様が、そうですね、はい、目印といいますか、なんとまっすぐだったら、はい、こう線もまっすぐ見えてるし、はい、ってことですね。で、あ腕、はい、腕ですね。腕もほぼほぼ真横からなので長さ自体はそのしっかりと。で、右腕自体は結構真横で見えてるのかなみたいな感じですね。で、ちょっと手もちょっとかまぼこ板みたいな感じで。こっちの腕、こっちも真横。ほぼほぼ真横で、ややこしいポーズしてますね。そうです。はい。ややこしいポーズ選手権優勝です。はい。で、はい。で、まあ、よく言うラッピングラインですよね。ここ、まあ、ここで、うん、ここばっかり言って、あの、この右太ももでちょっとやってみますけど、はい。これで、向こうに向かってますよっていうのが多分ラッピングライン。はい。で、右のすねでほぼほぼ直線で、左太もも左すねと、うん、すごく、まあ、ラッピングラインってこんな感じでついていけてますね。まああの胴体の方も感じで、まあ四角いラッピングラインみたいな感じで、うん、こう平行線平行線でこう書いていただくと、まあまあ分析しやすいっちゃしやすいと思います。はい、下面ですね。はいはい、はい、で、はい、でまだあるんですか。まだあります。はい、でこれを下書きには使わないです。はい。これは分析？分析ですね。だからどこのパーツが短く見えてんのかとか、うん、こっち向いてんのとか、うん、っていうのの分析を、まあ、頭の中でやってる感じですかね。僕はパッと見た時にあっち向いてこっち向いてこう上がってこっちに。うんうんうん、さらに向こう向いてるみたいな、そういうのをすごくこうこの段階でもう一回大きくしようかな、うん、この段階でこう見てると、あのチャタさんの写真を見ながらこういう分析レイヤーみたいなのがこう不安ってあるっていうイメージです、うん、ラッピングラインの説明をもう一回だけ丁寧にしてもらっていいですか。丁寧に。丁寧に。さっき雑だったっていうことか。いや、あの、はい。あの、ラッピングラインって何かなって思ってらっしゃる方もいるかもしれないので。ラッピングラインってこう、
どちらに向いているのかですよね、うんうん、円柱とかがどちらに向いているのかっていうのが分かるようにこう表現しようという試み。そうそうそう、なんかね、はい、その数週間前に円柱の書き方やった時に、まあ上と下を書けば大体分かるでしょっていうのもあるんだけど、常に上と下が見えてるわけじゃない。そうですね、こう2本の線があった時にこういう線を書けば上面が見えるような角度にこの2本の線の立体はあると思うし、こうやるとこちら側に出口があるというか、こういう筒を感じす、こういう立体を感じさせることのできる、そういったこう、これラッピングライン、と言います。はい、だから、これはもう茶田さんがあえてしましまの、真正面から見たときには、そのラッピングラインが直線になるような服を着てくださってるんだけれども、普通のモデルさんはこういう目印の線がないから、自分で頑張って見つけないといけないんだけれども、ね、例えば、どこの線かな、わかりづらいのって。膝ついてる方の向かって左側の足がどのくらいの角度で急に向こうに行って、どのくらいの角度で前に戻ってくるのか、戻ってくるのかっていうのとかは、もしこの立中先生のボックスと円柱っていう分解をしてなかったとしたら、すごく書くの難しい。難しいですね。そうです、そうです、うん。難しいと思うんですよね。そういう時にラッピングラインをちょっと入れてあげるとか、ヒントにすると、自分にとっても、あ、この足はあっち行ってるぞっていう目印にもなるし、見た人もそういうふうに思うっていう仕掛け。うん、仕掛け合ってます？分析。分析、うん、ですかね。ですかね。はい、うん、で、まあ、チャタさんこういう服着てますけど、これが、まあ、一番使うのは、まあ、服のシワとかで、選んであげるみたいな、描線として採用してあげると割とうまいこといくかなと思います。はい、そうか、やっぱりそうですね、円柱で腕と足を描くっていうのは自分は馴染みがあるというか、分かりやすいっていうか、位置は同じじゃないですか、で、あとは角度のラッピングラインのところを少し気をつけて、急に向こう行ってんのか、ちょっとなだらかなのか、それともまっすぐなのかっていうのはまだ分かりやすいんだけれども、お尻とか、顎の下とか、胴体の下面が、ああいう風にこっち向いてるっていうところの意識は、自分はちょっと、薄いというか。いや、難しいですよね。難しいな。とても、ややこしい角度で、コースを取ってると思います。はい。けど、こういう風にね、一回分析してもらうと。こういう風に、こう、まあ、慣れたらパパッとこう、見えると思うので、はい、そんな感じでちょっと、なるほどね。はい、でこれを見つけていく時のランドマーク的なものは使ってますか、中先生は。さっきね、尾骨がとか仙骨がとか胸骨がって話してましたけど、まあ胸骨のこの向きですよね。ここのと、あとお尻の真ん中。まあ、正中線が一番、そっかそっか、どちらに向いてんだみたいな感じで、そんなに厳密ではないですけど、こっち向いてんじゃんみたいなぐらいの精度ではあります。胸のこの胸郭っていうのは、まあ、実際にはベルみたいな形してるけど、まあ、上半身はボックスだよ、あるいはお尻のところもボックスだよっていう2つのボックスで、上半身胸と腰が出てるっていう風に見なすのであれば、そこがひしゃげちゃったりとか、することはないってことですよね。そうですね。まあこれもう本当に、まあこれを下書きとして、まあ、進めてもいいんですけど、まあ、箱は箱なんで、こういう角度に胸はあるぐらいの、あれでは、理解で、いい気はするんですけどね。書いてるときは。で、まあ、こういう分析があっての、こう、ドローイングにはなっていくわけです。こう、まあ、最初はこう、流れみたいなのは書きますよ。
書きますけど。よし。書きますけど、やっぱこういう、今、膝をついてる左足の方を書くんですけど、やっぱ短いんですよね、ここ。足っていうものを書くんですけど、足の実践は、実寸は書かずに、こちらで分析した長さですよね。こちらの太ももの長さを、しっかりこう、意識してというか、で、すねからも短く、足は裏側が向いているみたいな。全体の、流れみたいなのは、ささっと書くんですけど、その流れの中での長さですよね。長さはやっぱ太ももはいつもより短めだし、右すねは実寸、で胸はこっち向いてる、ってことはランニングのこの首のところはしっかりこちらを向いている、お尻のボリュームはしっかりこっちに線、まあ正中線ですよね、正中線、お尻の正中線はここにある。なのでここでこうひねりがこうありますよね、みたいな感じで。で、こんにゃくだ。そうっすね。まあまあ、な感じで。腕はほぼほぼ横向いてるんで、実寸がしっかり出てくる、みたいな。で、顔は若干上を向いていると読みましたので、ちょっと顎、耳の位置とかもしっかり、その角度に合わせた場所を書いていく。はい。まあまあまあ、パパッと書きましたけど、こちらの分析があっての その、傾きとか、場所の傾き、それによって見える、長さをしっかりこう構成していくみたいな感じでこう絵を描いていく感じですかね。なるほど、あの床の線も憎いですね。ちょうどこうビビッと入ってますね。あのグランドプレーンが分かる感じで。そうですね、はい、なのでまあで、まあさーっと重ねてみると、まあ、似てるっちゃ似てるみたいな。すごい。似てるっちゃ似てるみたいな。そうそう。そうか。な感じで、こう、さっきのこう、円柱とか、立方体の角度については、こういうふうに、こう、分析の道具として、しっかり使っていくといいのかなっていう感じはします。はい。ありがとうございます。はい、すっきりしました。はい、すっきりしました。何がすっきりしたんでしょうね。いや、多分私、この骨盤の位置、立中先生に言われて、ああ、そういう風に書くのがいいのかってわかります。ここ、私はやっぱりね、骨盤がいつも見誤りますね。面がどこに、で、6面を構成したらいいのかが、いつもわかんなくなっちゃうんだけど、そっか。正中線のところを目印に。そうですね。下面だな。で、まあ、どっち向いてるかみたいな。理解というか、まあ、読み取る、見立てる、まあ、いろいろ。そうですね。どうかな。まあ、見立てるでいいと思うんですけど。はい。でも、それをね、さっきの、あの、ヒントじゃないですけど、分析をするためなので、まあ、こういちいちこれを絶対書かなきゃいけませんってことでもないし、ここから書き進めますよってことでもなくて、そうですね。もちろんどっちでもいいし、まあ、こういうのがこうフィルターというか、ちらっとこうまあクリアならクリアでいいと、クリアの方がいい、まあクリアに越したことはないんですけど、まあそういうのがぼやっとでもあると、だいぶ理屈
うん、理解は進むんじゃないかなと、うんうん、そうですね。その私が最近思っている自分の絵がぺったんこだなっていうお悩みもやっぱり立方体がこの骨盤の立方体が見えてないだけれども、うんうん、見えてくれればここの線にちょっとね、ここの線が描けるんだと思うんですよ。そうするとね、お尻がね、プルンってこう丸くなる。そこ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 、うん、そこそこそこ、うん。はい。そこがよくわからないまま、丸っぽいってやっちゃうと、手前に出てきてる角じゃないですか、ここって。はいはいはい、とか、その、胸郭もそうですよね。うん、ここの上に、そこです、そこです。そこの角っこが、あるのとないのとだと立体感が変わってくるなっていうのは最近思ってて。うんうんうん、だけど、なかなか見つけられないって思ってたんだけど、見つけられないって思ってるだけで、実は見つけられるのかもしれないな、うんうんうん、うん。ちょっと、今度そんな風に見てみたいと思います。はい。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい、また来週、縦中流でお会いしましょう。はい。さよなら。バイバイ。